Peggy 12.預けられた二柱の神、その調和と混沌の力は決して混ざり合うことなく、世界は果てしなく続く闘争のための舞台となり、安定と崩壊の狭間を漂い続けていた。我々は調和の神を勝利に導くためにこの地に呼ばれた戦士なのだ。クリスタルはコスモスがみんなに託した力だ。だからみんなを守ることはコスモスの願いを守ることになる。君たちはすぐここを離れた方がいい。どうしたんだ？ジータ、こいつがなかなか姿を見せないっていうコスモスの戦士か？敗北を重ねてきたコスモスの戦士に戦いの記憶を持つ者はいない。イミテーションと呼ばれる人形が大量に湧いている。その全てが私たちの敵だ。仲間の多くはすでに旅立っているぞ。貴様もせいぜい最後の時を楽しむがよい。何だと？カオスが勝利すれば世界は崩壊する。それをお前たちは望んでいるのか？世界は決して崩壊などしない。戦いは終わらぬのだからな。バツ、しっかりしろ。カイン、なんで俺を？何？あんたの思い出も大事にできるといいな。得体の知れない神に服従できるほど愚かではない。コスモス軍と戦えるってところを見せて。チャブライ、人の形をする意味のない貴様らに人であることの強さというものを見せてやる。お前の言う通りだ。我々は負ける。どういうつもりだ、裏切り者が。それは今お前が知ることではない。光のために戦う資格など私にはもうすでにないのかもしれない。だが私はここで最後まであなたを守ることを誓おう。あなた誰？お前の敵だ。それ以上知る必要はない。カオスの戦士ってことね。